にちは、チキチキバンバン、マリコです。下です。はい、今日は油圧製品で有名な茅場さんの熊谷工場に遊びに来ました。イエイ。大人の社会科見学だね。楽しみ。なんか、ね、普段は茅場さんはミキサー車とかを作ってるみたいなんですけど、うん、最近キャンピングカーの製造を始めたらしいんだよね。ね、この前テレビにも出てたよね。そうそうそう。なんかそのミキサー車を作る会社が作るキャンピングカーってどんなんだろうっていうのに純粋に興味があって、うん、今日はその新しいキャンピングカーも見せていただこうと思っています。はい、それでは早速行ってみましょう。オン。はい、もう早速来ます。はい、ドキ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 。私たちの車の後ろに来てくれるってね。おお、来た。おお、ちっちゃい。ちっちゃい、かわいい。かわいい。なんか思ったよりコンパクト。いや、そう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 。でもね、これ驚きのギミックがあるのね。そうそうそう、後でお見せしてもらいましょう。はい、お楽しみです。このホグランプとかもめっちゃおしゃれじゃない。ほんとだ、かわいい。かわいい。ラックとかもある。ねえ、ここ乗れんのかな。ね、あ、でも30キロまでだって。あ、嘘。これちょっともうちょっと痩せないと無理だな。いや、無理無理無理。あ、なんだこれ、すごい。なんかさ、このそこさ、クロスしてるところがあるの、なんかあれじゃない、仕掛けのとこじゃない。これが噂のギミックですね。うわぁ、ここ何、何ここ、なんかある。蜂の巣みたいな。蜂の巣だね。排気かな、この、ここが入り口だ、キャンピングカーの。ほんとだ。はい、こんな感じの外観です。はい、ちょっとお話を聞いてみましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。これを作ろうと思った経緯みたいなところをお聞きしてもいいですか。そうですね、はい、私たちの会社、うん、この工場はミキサー車を作ってるんですけれども、うんうん、ミキサー車を作ってその技術を使って、はい、一般の方向けに何かできないかということで企画した、うん、うーん、この車が1台目って感じですか。そうです。へえ、すごい。まだ第1号、試作の試作なんです。あ、試作。このキャンピングカーの面白いところがあるって聞いてきたんですけど、どんな特徴があるんですか。そうですね、後で見てもらいたいと思うんですけど、はい、うちの会社は油圧の会社ということで、うんうん、会社の特徴を示すということで、はい、油圧の技術と、あとサスペンションの技術もあるので、はい、そういうことを訴えられたなと思っています。なるほど。具体的にその油圧の技術っていうのは どう使われているんですか。まあ、自社のポンプを使って油を送り込んで、それを油圧のシリンダーっていうのに送り込んで、それで伸ばすっていうことで車体も伸ばすっていう。すごい。つまり車体が形を変えるってことですか。そうですね。わあ、かっこいい。トランスフォームキャンピングカーです。素晴らしい。見たことない。じゃあ早速中を見させていただきましょう。はい、楽しみ楽しみ。おお、快適そうな空間がある。お、3人掛けのソファーと1人掛けのソファーみたいなのがあって、うんうんうん。あ、いいね。あ、すごい。快適、広い。もあるし、え、ほんとだ、ね、大きいモニターがついてるね。そしてシンクまである。ほんとすごくない？おお、めっちゃパーティーできそう。うん、かわいい。一人で座ってみる？座ってみよう。これだけでもなんかいい空間なのにね。ねえ、なんかあるんだ。なんかあるんだ。なんかあるんだ。あ、ほんと、うん、めっちゃ広いよね。多分3人だとちょうど良さそうな感じ。うんうんうん。こんなのもあるかわいいね。これ何？これ何？なになになんだ、不思議だぞ。怪しい、怪しいぞこれ。怪しい、怪しい。なんかレールみたいなのあるもん。これは普通に天気。ああ、いいね。読書もしやすい。何これ？これ怪しい、怪しい、怪しい。怪しい、怪しいポイント1。イエーイ。怪しいポイント見つけた。怪しいポイント1。おお、すごい、すごい、結構入りそうなとこがすごいね。ね。ぶつかっちゃう。あれ？試作品だから。試作品。試作の試作だから。試作の試作。あ、また怪しいポイント。さっきと同じやつ見つけた。怪しいポイント2。怪しいポイント2。なんだろう、これがどうなるんでしょうか。楽しみですね。中を拝見させていただいたんですけど、はい、ギミックを見せてもらってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。はい、
おわおわすごいすごいすごい、しかも結構上がりますね。60センチ上がる。へえ。地球番号より背高くなった。本当だ、全然負けてるじゃん。横に伸びてる、上にも伸びて横にも伸びるって謎だね。すごすぎ。すごい動きましたね。めっちゃでかくなったと思うんですけど、はい、どのぐらいになったんですか。これここは40センチ開いて、縦が60センチで、定石でだいたい2倍になった。定石2倍？すごい。急にね、チキ番号よりでかくなったもんね。ねえ、びっくりした。ちっちゃいと書いてたのに。コンパクトだったのにね。大きくなった。これが油圧シリンダーっていうものですね。この一本だけで押せてるんですか。へえ、なんか重心とか取らずにこんな下の方だけでもいけるんです、いけるもんなんですね。で、一応こういうスライドレールみたいなのがいろんなところに入ってるんですね。これをガイドにして、はい、まあ、平行に動くように。あ、なるほど、ガイドレール的な感じなんですね。あの縦を優先したのは駐車場で上を上げられるだろうと思って。あ、確かにね、縦だけなら駐車場でも上げられるから、うん、なるほど。横は場所を選ぶかもしれないですけどね。じゃあちょっとトランスフォームした中に入ってみます。はい、お願いします。全然違う、待って、全然違う、わ、広っ。さっきまでさ、ちょうど私の手伸ばしたぐらいだったんだけど、めちゃめちゃ遠くまで行ってる。まず40センチでこんなに広くなるんだ。いや、すごい、やっぱ上も伸びてるから、うん、体積が2倍になってるって言ったからね、もうすごい。すごい。ちょっとさっきのやつ思い出せない、もう思い出せない、もう届かなくなったよ。すごい。さっきここだったもんね、10センチだった。すごい。私たちがこの車内見せてもらった時に怪しいポイントを2つ見つけてたんですよ。まず奥に見えてるこのジャラ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 とこっちに見えてたジャラジャラ。あ、さっきまでね、天井のとこにいたのに壁側になってるね。これはどういう役割なんですか。必要だからあるんでしょうけど、扉が重なってるじゃないですか、はい、扉重なってるところそのまま上上げると空間が空いちゃうので。そっかそっか、自動で閉めるようにしてます。あ、なるほど。もともとの天井があったラインがここか、うんうん、で、そこに開口があったところは足さないといけないのか、うん、あ、なるほど、そういう役割なのか。全然違う。すごいね、うん、こじんまりしてて、うん、落ち着く空間だったけど、うん、それも広々としててセレブリティな空間になった。確かに、わかる。めっちゃいい。気になってたんだけどさ、うん、あのライト、うん、かわいいんだけど結構下にあって、うん、なんでこんな下なんだろうって思ったもん。確かに、ちょっとぶつかっちゃいそうだなって思ったんだけど、うん、こういうことね。なるほど。え、私あと1個見つけたよ。え、あそこの棚が使えるようになった。あ、本当さっきここにぶつかっちゃってて、うん、開かないね、まあ試作品だからとか言ってめっちゃ失礼なこと言ってたんですけど、まあ、こういうことはあるよねとか開くようになりました。おお、あっという間に。あっという間だ。ありがとうございます。セミナブルぐらいかな、ちょうど、ね、私たちと一緒ぐらいな気がする。うん、あ、でもなんかベッドは同じ広さだけど、もう他が広すぎて天井と家みたいじゃない。家だなって感じ。確かにすごいな、うん、え、そこさ、そこさ、うん、伸びたとこじゃん。なんか不安とかない。え、全然忘れてたぐらい普通なんだけど。天井のとことか押したら取れちゃったりしないのかな。デュアスバーサス人間だ。押してみて。肩やりそう。やりそう。全然びっくりもしない。すごい。いつか販売まで持っていくことが目標ですか。できれば
皆さん楽しんでもらえたらなと思いますけど、ね、いやいいよ。だってさ、運転はさ、ちっちゃい車でできて、うん、で着いたら、キャンプ場に着いたら拡張できるってこと、めちゃくちゃいいですね、うん、これ免許は普通免許ですか？普通免許を持ってると思う。いや、めっちゃいいよ。すごい、ありがとうございます。いや、本当に借りたい借りたい、貸してください。加山さんのキャンピングカー見せていただいたんですけど、はい、なんと加山の方々が私たちの地域番号を見たいと言ってくださったので、これからお披露目したいと思います。はい、めっちゃ勢ぞろいしてね、緊張するね。お手柔らかにお願いします。開けますね。じゃーん、車内になってます。かわいいね。ありがとうございます。広いよ、広い、高さもあるし、ネットもあるし、いい匂いすごい分厚い繊維とついてかっこいいね。杉板がついてます。え、上はもともとこういうんだったの？こういう、いえいえ、もうここ本当はもともと救急車のランプみたいな、はい、がついてたんですけど、自分たちで車体カットして、で、窓にしました。すごいね、自分らでやったらすごいね。 そうなんですよ、ありがとうございます。うちのだよ、これ。おお、こんなところに加山さんのサスペンション、ガスは抜けないって有名で、ガスショック、うん、使われていました。そうそう、これよくこんなホイールベース投げるの運転できるね。最初は怖かったんですけど、でもこれあの 4WS で後ろのタイヤも動いてくれるので。あ、下に変わってんだ。そうなんですよ、だから小回りが意外に効くので運転できますね。ここが実は引っ張るとベッドになります。じゃーん、わー、反応気持ちいい、嬉しい、嬉しい。これ運転席まで行けるの？あ、行きます。こんな感じで、あー、横に行きたくんだ。どのぐらいかかったの？実際やりながら、遊びながらみたいな、やりながら編集しながらって感じだったんで、2年かかった。優しい、優しい、優しい、この世界優しい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、加山さんの油圧ポンプを使ったキャンピングカーを見せていただきました。はい。いや、なんかあんなキャンピングカーちょっと見たことなかったから、うん、なんかすごいね。ね。新鮮。感動したんだけど。ね。部屋が2倍に膨らむってさ、夢じゃない？ね、なんか私的にさ、うん、こう広げようと思ったらこういう形になるんだけど、うん、確かにこうなってたよね、うん、うん、無理だよね、こうとこうって両立しないものだと思った、ね、いや、不思議、すごい技術だ ねまだね、試作っていうことだけど、うん、もう発売が本当に楽しみ、ね、いや、欲しいな、欲しいよね、めっちゃ惹かれてたよね、めっちゃ欲しい。だってさ、うん、日本は道が狭いから車ちっちゃくあってほしいけどさ、うん、車内は広くいい方がいいってみんなのジレンマじゃん、うん、それを解決しちゃってんだよ、すごくない？すごい、すごいんだって、すごい、すごい、あれ普通免許でいけるもんね。いや、すごい、加山さんの社員さんたちにも私たちの車を見てもらえて、うん、なんかすごいアドバイスをいただくつもりだったんですけど、うん、なんかもう皆さん本当に褒めてくださって、なんかもうちょっといいって感じだったね。楽しかったね。楽しかったです。はい、ありがとうございました、はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。